コント罪と罰。ええ、まさかあんなことになるなんて思ってもいなかったんです。私は止めたんです。私は止めたんですよ。でももっと強く止めていれば。まさかあんなことになるなんて今でも夢に出てくるんです、あの時のことが。ですから私は止めたんです。何度も何度も止めたんです。お腹の痛い時に牛乳を飲んじゃダメ。